時刻は4時18分になるところです。それではラジオの絆の4時台いつものこの時間、東北の絆のコーナーです。東北地方のことを忘れないためにこのコーナーをお届けしています。さまざまな形で支援活動をしていらっしゃる皆さんにご出演いただいたり、遠く東北と電話でつないで今の東北の様子を伝えていただいたりと、東北の絆をお届けしています。ここからは税理士法人山重会計事務所の提供でお送りします。税理士法人山重会計事務所の皆様、ありがとうございます。さあ、今日は冒頭でもお伝えしましたけれども、東北に関わります2曲お届けしようと思っています。まず1曲目は蘇る人。この CD は私のこのコーナーに遠く東京からねお送りいただきましたものなんです。作曲、ボーカル、ギター、バンスリ、山田和弘、そして編曲作詞、パーカッション、ピアニカなど朝倉佳恵、このお二人が作られた CD、蘇る人。今日はその CD の中の3曲の中の2曲目、輝く君と、この楽曲を東北の絆でお届けしようと思います。あの日以来、末っ子の誕生以外に嬉しかったことが一つも思い出せない。こうして支えてくださる皆さんに感謝しなければと思うけれど、子供を4人抱え、正直な気持ちは毎日が苦しみ。福島県在住のお父さんの言葉です。原発事故から2度目の夏、県外へリフレッシュ疎開する親子を迎えたある会で、このお話を福島県在住のお父さんから聞かせていただき、山田さんと朝倉さん、お二人がね、輝く君とというこの楽曲を作られたわけです。歌の最初は、君が生まれた喜びを何に例えようから始まっています。それでは蘇る人の CD から輝く君とお届けします。幸せを願うのも遠い幻をように思えてしまう今、あの日の出来事は僕らを変えた。一人きりじゃただ壊れそうで、君の手を取り天井の窓解き放ちたい。光へと光へと旅立とう、光へとまっすぐに澄み切った空に輝く君と洗いたい。戸惑いと苦しみの最中に、だから信じてみたい新しい命を。住み慣れた世界は姿を変えてゆく。黄金色の空、
立ち焦がれて君の手を取り天井の窓解き放ちたい光へと光へと